皆さんこんこにちはレクセンン講師のンですそれではです、ね、今日は司法書士試験のです、ね、この延長期間を利用しまして司法書士の直前期の総まとめ講座のようなです、ね、講座と理解していただければいいと思うんですがマスト論点選抜集中マスター講座というです、ね、全14回の講義についてその講座について簡単に説明をさせていただきたいと思います。 えまずこの講座のコンセプトなんですけれども、えー、とにかくこの異例の事態司法書試験が延期されるというです、ね、異例の事態を受けまして、えー、通常よりも3ヶ月約3ヶ月試験期間が延びたわけですよね。でこの延長というものをこうチャンスに変えようということをです、ねえー、まずは考えましてじゃあこの3ヶ月の間にこう皆さん方に一番必要とされる講座というのは一体どういうことなんだろうと。でもちろん全員が全員この講座が必要なわけではもちろんないのは分かっておりますがただ 直前期のこの時期に毎年よく聞くのがその短期間で。 え少なくとも主要4科目、えー、全論点を網羅するようなざっと総まとめ総確認をするようなインプット講座がないものかというような声というのは例年いただいていたんです。でもそうなるとですね例えば大型のインプット講座を取っていらっしゃった方、えー、15か月合格コースですとか実践力パワーアップ講座パーフェクトローラー講座などですね大型のインプット講座を取ってた方にじゃあその講座をもう一度この直前期そのアウトプットを中心に勉強しなければいけないと一般的に言われているこの時期に、えー、その全 全部の講座をもう一回聞いてごらんなんてアドバイスはどの講師も絶対にいたしません。で、そのインプットの講義、それも五十回や六十回を超えるようなね、大型の講義をこの短期間の間に全部聞けるわけもなく、まあ例え二倍速にしたとしても、そのアウトプットにこう傾斜しなければいけない時期なのに、インプットの割合が大きくなりすぎてしまいます。非常に効率も悪い。で、そこでやはりインプットで総まとめをしていきたいんだけれども。 講座という要望というのはなかなかそれ叶えられないとかといって5回や6回のコンパクトな講座であると逆に論点落ち論点漏れが起こってしまうですから全部の論点100%漏れなくっていうのは無理だとしても少なくともいわゆる基礎知識基本知識絶対に知っておかなければいけない、まあ、要するに軸足となる知識については全論点を俯瞰して網羅してそう確認するというようなインプットそういったものはないものかなというような声というのは例年頂い,いていたんです。でそこで こで今回試験が延長されたこともあありまして、てじゃあやってみよう。せっかく「あの実践力パワーアップ講座」えー、というです、ね、あのテキストがもともとコンパクトにまとまっているテキストがありますのでさらにそれをカッティングしてです、ね、本当にドキソにまとめただけれども抜け漏れのないように基本的に全論点からカバーしていくような全論点を 拾い上げていくようなそういった再編集をかけましてその実践力のテキストの抜粋版をもとに民法は全5回そして不動産登記法は全4回そして会社消灯法で全5回全14回で主要科目をざっと一回し総まとめしていこうそういう講座がこのマスト論点選抜集中マスター講座だというふうにお考えください。このの講座なんでですが通信のみで実施をしていきましててきま 今まであの、我々実はレックの講師本試験10月4日かなと密かにあの予想していたんですねで10月4日かなと思っていたのであらかじめこの収録日程というのを決めていた際にちょっと9月の中旬まで収録のの9月の中旬まで配信開始日が遅れている形で最初リリースしたんですが9月27日という本試験日程を受けまして急遽配信開始日を早めました。 でこちらの民法に関しては7月20日から配信開始で8月15日までで配信が終わっていきますそして不動産登記法は8月15日から8月29日そして会社消灯法が同じく8月29日に配信をするような形に変更させていただきますですから本試験の約1か月前にはすべての配信が終了するという形で急遽早めました早めて一番大変なのは私なんですが頑張ってあの お非常に多忙の中収録時間が咲きます、そしてあのもうすでに収録しているんですが、まあ、あの民法5回でどれだけの講義ができるか最初、私もまあ予習の段階でちょっと不安だったんですが実際に、ね、やってみてすごいですよ。 ほぼ全論点触れながら1回目で時効まで行きましたですので1回目相続2回目相続の残り時効ちょっとと物件3回目端物4回目再建5回目親族相続といったような形で着地できるんじゃないかと思いますで大きくはしょるということはせずに、えー、本当にまあピンポイントピンポイントというかピンポイントじゃないなあの重要なところをほとんどと言っていうこと拾い上げることができたんで我ながらちょっと感動しましたあっ3時間でここまで喋れるんだっていうことをね非常にあの 自分でも驚いた次第なんですがなるべく全論点に近い形で,です、ねえー、一通りそり皆さんにこうインプットの総まとめを提供していこうと思います。 そしてこんな方におすすめというところがこちら書かれているんですがこのこんな方におすすめ、えー、3つのパターンに分けて、えー、おすすめをしております、えー、レック、他校初級講座受講生の方そしてすでにこの2.0向けの実践力パワーアップ講座を受講された方、えー、そして3番目がその他インプット講座、トーレン、模試受講生トーレン、モやアウトプット中心にレックを利用されてきた方それぞれですねちょっと詳しくしたものが文章としてございますのでそれをご紹介しながら 1、えー、一つ、それぞれ詳しくあのどんな方にどうお勧めなのかをお話ししていきます。まず、えー、20向けののレックないしは他校の初級講座を受講された方へのお勧めです。読んでいきますと一通りインプットは終えたが膨大な情報量をうまく消化できていない特に論点が多い主要4科目を本試験までに効率よく見渡したいがブレークスルーテキストをもう一度読み込む時間の確保は難しいと。 主要科目のインプット総まとめをしていきたいがどうやって進めていけばいいのかわからないこのような今年初受験の受験生に本講座がおすすめですとブレークスルーテキストは文章中心ですが本講座で用いるまあテキストこれ実践力パワーアップ講座のテキストの抜粋版となっています。えー 図表中心の構成となっているためブレイクスルーテキストと同じ情報量をより小スペースで解説することができますとにかく効率よくテンポよく週4科目の総まとめをして今年の合格を引き寄せましょうということでそのアウトプット中心なら100も承知なんだがインプットについてもアウトプット効率よくやるにはインプットがちゃんと定着してなければアウトプットも進まないわけですですからまずはこう総まとめとしてですね、全、えー、科目を俯瞰して、えー、一気にざーっとまとめて で情報整理をしていきたい、そういったような初級生におす,すめということになっています。では続いて、二千二十年向けの実践力パワーアップ講座を受講中の方、でニゼル向けの実践力パワーアップのテキストと。 テキストの抜粋版が今回のこのマスト論点のテキストとなりますので実はニーズル向けの実践力受講生の方には受講料をぐんとおお安くく設定させせていただく代わりりにテキストはお配りしませんなぜならばフルバージョンのテキストを皆さん方はでに持ってらっしゃるからですそこで私講義の中で必ずマイページごとにマスト論点のテキストでは何ページだけれどもフルバージョンを持ってらっしゃる方は何ページですよっていちいち断りながら講義してます。ですからご自分ののいいろろ書き込まれたフルバージョンの実践 実元においいいいててその総まととめ講座としてお使たいいただきたいんですさあ読んでいきますと本講座は「2 0け実践力パワーアップ講座」テキストの超重要論点を抜粋し再編集したものを使用した講座ですが実践力受講生については既にお手持ちのテキストの情報を一元化し学習を進められるよう講師が「2 0け実践力パワーアップ」の該当ページを毎回指定し講義を展開していきますと。 で講座はすでに受講済みの実践力の講義を単に繰り返すというのではなく絶対に落としてはならない超重要論点いわゆる軸足となる知識の再確認再補強をして本試験択一正当率を高めることを目的としていますと実践力テキストの編みかけ部分の総まとめと捉えていただくとイメージしやすいと思いますで本講座で主要科目の超重要論点を効率よく総まとめしていきましょうで教材の発想がありませんのでその点はご注意くださいさあそうしまして、えー、もうお一方 その他いわゆる今までレックでトーレンなどインプットの講義ではなくアウトプットの講座を主に利用されていらっしゃった方。 でこの方に向けたアドバイスです。よく本試験前一二週間で全範囲をざっと見渡すことができるようになっていればその年に合格することができると言われます。これは本当です。よる一二週間で全論点ぶわっとこう、それがアウトプットの題材を使ってであろうがインプットの題材を使ってであろうが一二週間で全てのこう科目についてざっとこうあの勉強があ。 終わらせられる一回しできるそれはアウトプットでもいいんですよアウトプットでこれと決めた問題を最後一二週間で最後回せるまたはインプットのテキストを一二週間で全て確認できるね。そういうアイテムが手元にある方は受かるんですそれは アウトプットの題材を12週間で回すという形で全論点を確認するという形でもいいしインプット教材で12週間で全論点をざっと確認できる、まあ、題材は何でもいいですからとにかく 1, 週間という点がポイントですでそういう状態になっていればその年受かると。 本講座は今年合格を目指す方に主要科目の超重要論点をざっと見渡し効率よく総まとめしていわゆる軸足となる基礎知識を確実に習得しその12週間でね最終的に回せるようなアイテムとして利用していただくことをまあ願っておりますアウトプット中心の勉強がメインとなる直前期ですが超重要論点の習得感をおぼつかなければいくら問題演習を繰り返しても実力は伸びませんとにかく時間がないこの時期効率よく主要科目を総まとめしたいそういったような方にインプット講座として提供していくものだと と考えください14回ですから、まあ、例えば1日2コマずつ聞けば1週間で全部聞けるわけですよ。そうなりますと1週間で主要科目の全論点をすべて、ね、インプットで総整理するなんていうこともこの講座を利用すればできるということなんです。こういったようなコンセプトでとにかくその、えー、今年の試験に合格していただくための最終兵器として皆さんにご提供していくものです。で私も単純なあの その実戦力の巻き巻き講義ではなくその超重要論点に意識しながらそして時間との戦いでもありますから時間配分に気を使いながらですねなんとか少しでも多くの論点を正確に、えー、そして網羅的に皆さんにお伝えするようものすごく予習が大変です。だって1回の講義で実戦力で4回分ぐらいやるのを1回でやんなきゃいけないのでもうとにかく重要なところをね漏れなく抜けなく正確にお伝えするようにしっかり予習をした上で皆さんにもご提供していきますのでぜひこの14回の、ね、講義を 最後のこう合格へのインプットと位置づけて、えー、今年の合格へお役立ていただきたいなと思います。非常にあの受講料は初級生の方、えー、他社の初級講座受講生そして、えー レックの20向けの15か月など初級講座受講生の方並びに実践力パワーアップ講座受講生の方2万円と非常にレックとしてはまあ破格のお値段設定になっておりますのでそれだけ自信があるんです自信があります非常にいいものをですね、えー、皆さんにお得にご提供をしていただきたい、ね、というふうに自信を持って皆さんにご提供しますので単なるね抜粋講座ではないものを提供できる自信があります。ぜひ皆さんの合格にお役立てていいたただきたいと思って やめませんので今日はその講座のご紹介をさせていただきましたマスト論点選抜集中マスター講座全14回でお届けをいたしますご検討並びに何かご相談ありましたらレックのホームページやコールセンターなどにお問い合わせいただきたいと思いますそれでは私から今日はマスト論点選抜集中マスター講座についてのご紹介をさせていただきましたご清聴どうもありがとうございました